日あのやっと慣らし運転1000キロ走りまして、あのオイル交換したんで、ちょっと今日はあの高速に乗って、その性能を試したいなと思います。ではもう普通に加速しますね。ツインリンクモテギに来ていますと、ボーノさんとノボリンさんと、野田さんと4段に並べてピットに入っちゃいました。見えるな。まだレッドゾーンとかまで回したことないですよね。まあ、そんな回す必要もないですし、回すところもないんですけどね。まあ、でもガーッと回すとどうなるのかなっていう興味はありますよね。この辺から。行きましょう。ボーノさんのナビ？そうそうそう。なるほど。で、みんなナビ入れたらわけわかんなくなっちゃうから、ね。それでもしかして反響してたんじゃないですか。どうなのかな。いやでも今はですね。そうですね。あ、そうですね。だってさっきも急に直したんですそれじゃあまた失礼します。秋の交通安全運動絶賛実施中です。交差点の向こうでも取り締まりしてますね。あ、こっちにも白バイ。右折レーンだったよね。右折レーン2つもあるなんてね、田舎の道じゃ考えられないんで。で、これで間違えてね、右折したり、まあ、時には右折レーンに行って直進しちゃったりすると、もう交差点の向こうにね、おまわりさんが待ち構えててですね、はいはい、いらっしゃいってことになっちゃうんで、ほんと気をつけないと。白バイ来ましたね。俺じゃないよね。びっくりした。俺じゃないでしょう。あの人直進レーンから行ったんじゃないの今。取り締まり
ビビった。頼むわ、ちょっとやべえ、ちょっともう帰ろうかな、怖すぎるよ。まあそんなことでですね、今日は、サーキットを走ってみるということになります。これから袖ヶ浦、のサーキットでツーリングクラススポーツ走行初チャレンジでございます。はい、じゃあ緊張の一瞬行ってきます。広いね。こんなとこ走れるってやっぱいいよな。ずいぶん遅いですけどね。なんかあれ、いきなりなんかレッドフラッグなんですけど、いきなり誰かこけた、どういうことなんですかね。オイル漏れなんですかね。はい、漏れてる、なんか感じなんですよ。オイル漏れ疑惑から放たれて再スタートです。なんとレッドフラッグが自分のせいだったかも、なんてシャレにもなってないです。戻ってきた。どうでした？短気筒みたいなパルス感だね。そうそうそう、短気筒っていうか V ツインみたいな。 V ツイン？うん、これ確かにスーさん正直4発乗りたくなるでしょ。まあ4発乗りたくなるけど、でもこれはこれで面白い。これはこれで、うん、やっぱパルス感すごいなと思って。そうそう、うん、ただすごい乗りやすいっすね。やっぱ乗りやすいっすよこれ。じゃあちょっと乗ってきます。はい、はい、では私もちょっと乗りたいと思いますね。失礼します。すごいいっぱい来てる。はい、地元のバイク神社ですね、の大都市神社で、まあ来年の、お参りですね、お願い事が叶うようにお参りをしてまいりまして、で今日なんか大晦日でなんかバイクミーティングやってたらしくて、さっき来た時ね、ここいっぱいだったんですけど、今は地元のライダーだけですね。そろそろ失礼しようかなと。でこれがそのお守りなんですけど、これいいでしょ、防水でこういうとこに巻きつけられてね、いつでも見れるようになってるんで、めっちゃ実用的ですよこれ。はい、そういうことで、バイク神社の大都市神社でした。じゃあこれからタンパイクを上がります。
まず料金上突破しなきゃいけないんですけどね。まとめて払うらしいんですけど、なんかもうわけわかんないですね。ATM みんなかっこいいっすよね。790デュークの人は自分がいないですよ。ではでは、はい、ではターンパイクを走ります。大観山です。富士山、結論から言うとですね、立ち退けしました。そこの交差点で右折待ちしてる時にですね、こういきなり突風がブワーって吹いてきて、でもう何て言うんですか、左からこう3人ぐらいに蹴り加えられたみたいな感じになって、もう支えきれずに右側に倒れましたよ。ですね、到着。この角度から見るの初めてですね。ここがいいって？あ、近いから？近いし、ちょっと進んでるし、広いじゃん。ああ、ここの方はなんかほら、一応なんか、なんていうの、買い物しなきゃ止められない時もない。なるほど、なるほど。これ、あれ、ロープウェイがあるって知らなかった。上まで行けるんだ。へえ。あ、川崎横浜戸塚ってこのドゥカティの隣なんだ。あー、なるほど。じゃあ今日はあのシマウマさんと川崎に ZX25 なんだっけ、 ZX25R だっけ、ちょっとわかんないですけど、4発のやつを見に来たっていう、そういう話ですよね。赤レンガ倉庫、こっちですか。はい、じゃあどうもありがとうございました。はい、失礼します。